ごきげんよう、リオロスです。それでは本日も黄色のコルダ3死世界やっていきましょう。はい、さあいよいよ本番ですね。うん、まあ曲は決まってまして、ヘンゼルとグレーテル、そしてファランドールですね。うん、で表現も、ここでつけることができましたんで、ヘンゼルとグレーテルも早くゆっくり、うん、つけられました。早くゆっくり、自由に、本当に自由だよな。はい、じゃあこれでやっていこう。よし、思い残すことはないな。もう寝るだけだな。はい、夜にできることないもんね。はい、寝るぞ。うわ、いよいよ東日本大会ですね。おお、関東東北の強者たちが続々とこの地に集結するわけですよ。まあ、どの強者っていうか、まあ清掃だよ、とりあえず清掃だよ。ね、ハル君になんとかうまいことをこうドキドキしてきたよ。僕手が震えてきた。 お前震えたら大変なことになるぞ。お前情けねえ顔すんな。情けねえ顔すんな。本当だ、ここを勝ち上がるねえ。スープ飲め、スープ。全国へはいけねえ。うん、なんだ。あ、それに、ハル君、司令官の皆さん、ハル君今だ、こっち来て早く今がチャンス、こっち、こっち来るんだ。こんにちは。今だ。今日は天候に恵まれて、こっちに来るんだ。裏切るなら今だ。このコンクール日和です。ああ、湿度が低い方が、ああ、バイオリンの音がよく響く。なるほど、今日はいい演奏ができそうだ。湿度肌で感じてるか。待て待て、なんでそんなに和やかなんだいいじゃないの。こいつらライバルなんだぞ。そんなフレンドリーでいいのかよ。それ言ったらもうハル君なんかうちに塩送りまくりだけど、いいんですか。いいのかな、それ黙ってんのかな。まあまあ今日や、普通に行方不明だったのかな。まずは両校とも予選を勝ち上がらないと。そうだな。あ、じゃあまだ清掃とは戦わない感じか。どんなんだったっけ。予選？何それ。とりあえずは戦わないのか。まさか水島、お前知らねえの。ここで新たが知らないことによってプレイヤーに教えてくれる流れ。この間の説明会で、うん、予選の説明もあっただろう。まあでも1回の大会ごとに誰かしらライバルいたよね。ライバルはいたよな。清掃とはさすがにぶつかんないか。予選があることは、もちろんもちろん知ってるよ。午前の部のトップ2校が、うん、午後に再び勝敗を競う、うん、変わった形式ですよね。今日の出場校を見れ、予選勝ち抜きの1校はうちで決まりだ。まあまあな、まあそうな。もしもお前らが勝ち上がってきたら午後に相手してやる。相手してる、上からだなお前私がいない清掃学園でもお前はちゃんとやれてんのかなあ。横浜での練習の成果を見せてくれると嬉しいね。はあ、それでは俺たちはここで失礼する。縁があればまた後ほど。はい、今日や私がいないとダメなやつだと思ってたのに、なんかそれはそれで寂しいなちゃんとできてるのを見ると寂しいな。では僕も失礼します。お前こっちだよ、こっちでいいんだよ。清掃学院の人たちすごいですね、堂々としてる。そりゃ多分習熟度100まで上げてるだろうからな、あっちは。お前はどうだ、まあ、お前はどうなんだ。実力相応の自信なんだろうな。ああ、予選落ちとか想像すらしてなさそうだもんな。まあ、清掃が予選落ちしちゃったらこのゲーム成り立たないからな。予選にビビってる俺とかとは、うん、まるで格が違うっていうか。格が違うか。相手の気迫に飲まれすぎだよ。そうだよ、大体同じ高校生じゃないか。ライバルは清掃学院だけじゃないんだ。そうだよな。森の絵学園、東陵高校、他にも優れた学校が数多く参加しているんだ。あの冬引いてくるやつは、あいつは、あいつちょっと今回影薄いな。お、その学校聞いたことあるかも。さすが全国規模のコンクールですね。ああ、いろんな学校が来てるんだな。最初どこと戦うのよ。そいつら全員に勝たなきゃ。ああ、全国には行けねえ。ああ、なら俺たちは死ぬ気で挑まなければいけねえな。もう一回死んだようなもんだからな俺ら。死ぬ気そんなの嫌ですよ。もうちょっとライトに楽しみましょうよ。いや死ぬ気でやってるやつだ、あと2校ぐらいあるぞうちだけじゃないぞ。なんだ今の、森の絵なんて女子校ですし、制服むちゃくちゃ可愛いですよ。え、森の絵っていうのがあれなんじゃないの、あの
あれだよね、縦ロールのお姉さんの学校じゃないのそれって。てめえは。ちょっと学校名まで覚えてないけど。ほら、喧嘩しない。アランの敵を討つっていうやつだよね。晩ご飯抜きにするよ。晩ご飯抜き。ヤギサ君、姿勢の人いませんか。お。まずいよ。え？見つけられないよ。いるよここに。日原先生。え、なになになに？ヤギサ君、よかった。演奏前に会えて。え、どうしたんですか。一言、頑張れって応援したかった。あ、さすがですね。でも会場に着いたら人がいっぱいで。さすがですね。もう無理かと思ったよ。一応教え子のライバル校なんじゃなかったっけ。あれ日原先輩どこだったっけ。いらしてくださった。どこの先生なんだっけ。嬉しいです。もちろんだよ。チケットもらったんだもの。おお。来るに決まってるって。みんな頑張ってね。おお。俺客席からたくさん拍手するから。なんなんだよ。うちかと思った。今までの練習の成果、うち全部出し切れるように力いっぱい応援してる。それから、え、どこの電話これ。あれ、あのー、そうだよね。携帯になってませんか。自分の携帯探しちゃった。自分の携帯こんな音じゃないのに探しちゃった。え、本当だ。俺の携帯ユノキだ。おう、あ、懐かしい。懐かしい名前聞いた。ユノキ、あずまだっけ。日原への友人、金色のコルダシリーズ登場キャラクター、ユノキアズマの家系。家系って、まあ、それ本人だ。ごめん、つまり言いたかったのは、うん、応援してるってことなんだ。ありがたや。コンクール楽しんでね。ありがたや。この夏にしかできない最高の思い出にきっとなるから。おう、ずっとなりっぱだったな。八木沢部長の中学の時の先生、とってもいい人だったね。中学か。じゃあライバル関係ないか。よかったよかった。でも客席で応援してくれる人がいると思うと、うん、頑張りたいと思えるよね。そう。でもファン115人ぐらいいたろ、うち。突然スッと来た。スッと来た。2曲だから、1曲目はヘンゼルやって、2曲目はファランドールで。うん。ファランドールの方が完成度は一緒だけど、中身がちょっと低いからな。うん。まあ、これでいいですと。大会中の操作を難しさ、難しいでいいよ。余裕だよ。余裕だ。午前の部はこれで終わったけど。ああ。どうなるだろうな。やれるだけのことはやりました。やりました。そうか？そうか？まあ、コスモス畑でワーイとか覚えてるぞ、私。忘れないぞ、あれは。今は、待つしかないんだよね。忘れてないぞ。八木沢部長！おぉ。ビッグニュースです。あれ？やりました！俺たち勝ち上がりましたよ！そういう流れ、午前の分も何する？そうか。する。よかった。水島、もう一個は？それはもちろん。ハル君？あ、噂をすればなんとやらですね。おう、八木沢。おう、午後の部ではいい。え、いきなり清掃とやんの。キサラギ君、あれ大丈夫なの。ええ、こちらこそよろしくお願いします。あれ、それでもなんかベストを尽くしましょう。2校、ここだけは2校出れるとかだっけ。でも主人公補正みたいなやつであげられないかな。今日や関東だけは2校出ますとか、なんかそういうのあるよね。おう、負けたと見せかけて本戦はいけるみたいな。あ、結局お前が相手か。おう、なんかやりづらいぜ。俺は手抜かないぞ。こっちは手抜かないからな、お前。そんなこと言ってるよ。 3S 取るからな。俺たちの勝ちは確定ですね。確定ですね。なんだと。調子に乗るな、そこの1年。よく1年って分かったな。いい、全国に行くのはうちだからな。おう、やる気あんな。今作の共演、あなたの午前中の演奏とても良かったと思います。あざーす。力みすぎず、あざーす。全体で春、午前中の演奏を褒められた。春の演奏も良かったよ。礼を言う。照れる。意味のないやつ。照れる。いや、ここは春くんも染めて、 お互い良かった、うん、お互い良かった。ありがとうございます。うん、そう言ってもらえるのが一番嬉しいですね。おお、はい、僕自身も午前中の自分の演奏に満足しています。はい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 。ですがあれで限界と思わないでください。まあ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 、まあ、そうな。午後はもっといい演奏をしてみせます。あ、よ。2曲選んだけど、
一曲しか弾かないの、うちら。あんな風に素直に褒めるのは珍しいな。いつも俺のことをナンパだなんて言うけど、春もなかなかやるじゃないか。まあそうですね、結構なかなかやってましたね、合宿でも春くんは、うん。いつの間にか他校の女の子とあんなに仲良くなっているなんて隅に置けないね。まあそっかそっかそっか、完全に他校か今回は。まあそうだよな。ああ、すごい違和感感じるけど、そうなんだよね。彼女との関係をそんな風に言うのはやめていただけませんか。榊先輩と違って横島な気持ちなんてありません。本当ですかい？1ミリもないんですかい？ただいい演奏家であると認めているだけです。そっかそっか、そこか、君の基準はそこだよな、やっぱり。いい演奏家か。うん、確かに彼女の実力は大したものだ。おう、でもまだあれだろ、開花してないんだろ、花がないんだよ私花がないんだよ、確かに。死生観の他のメンバーも散々言われたもんな、前作で。前作、今作、油断して書かれる相手じゃない。お、清掃学院か死生観か。うん、残り2曲だ。あ、こっから2曲やるんすか。セミファイナルに進むかが決まる。1曲午前1曲午後じゃないんだ。行くぞ。はい、ああ、一丁やるか。うわ、なんか兄弟ですごいなんか団結してる私いなくても団結してる、ここの兄弟。ちょっと寂しいわ私。なんか足んないもん、ほら、なんか足んないもん4人ってすごい寂しくない？この学校で4人って。フィレンツェの思い出は1人足んないよ絶対。創作力旺盛な時期に作られた。チャイコフスキーが残した最後の室内楽曲。チャイコフスキー、激しく情熱的な旋律に乗せて思い出が語られていく。減り方が遅いよ、大丈夫？8割ぐらい減らさないと負けちゃうようちら8割盛り返すからね。お、マイストルフィールドではない。思い出の世界に引き込まれていくみたい。ほう、主旋律を支える重厚なメロ。おう、まさに全ての楽器が一体となった。お前大丈夫かって、無理すんな無茶すんなお前、大事にしてけ。ここで無理すんなよ。思い出をより鮮やかに彩って。君らの演奏は4つじゃ足りないんだよ、5つないと。私いないと完成しないんだよ吹奏楽院は。あれ、フィールドなし。重なりが、ああ、来そうだ来そうだ。なんか湯気出てきた、すごい湯気出てきた。あーあれでも背景は出してきたけど、世界よ青に染まれ、青に染まれ、月の光が降り注ぐように。おお、こっからか。演奏スキップしますか。いやいや、聞こうよ聞こうよ危ない危ない、マイストロフィールドスキップされるとこだった。うわお、いや6割ぐらいか、いや余裕ですね6割なんて。今だかつって8割を返したことあるからな。はい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 、君らには足りないものがある。花だすごい花が足りない。これ本当に高校生の演奏なの。おお、こんなに胸の奥深くに響くような演奏初めて。卓越した技術力と観客、圧倒的な表現力。おお、さすが如月くんだ。お前誰だ、如月くんのなんだお前。あ、ギター、ほら無理するから無理するから君、ちょっとリツ2曲目どうすんだよお前。1曲目から飛ばしすぎですね。大丈夫だ、あかんあかんあかん。うひゃー、すごいね。午前中もいい演奏だったけど、また一段と格が上がったっていうか。やつに1日3曲はきついんだよやっぱり。うん、如月律のバイオリンが、ああ、全員の音を引っ張り上げてる。大丈夫だ、あいつは次本気を出せない。やっぱすごいな、如月の演奏技術や表現力は同世代の中じゃ群を抜いてるよ。ちなみに弟はどうでした、弟はどうでした。如月って1年生の時に弟の話なし、このコンクールのバイオリンソロ部門で優勝してるんだろ。おう、
ほとんどプロの演奏みたいなものじゃないですか。関係ない関係ない。会場の団結力でアンサンブルでアンサンブルで勝利だ。勝利確定みたいな空気になっちゃってるよ、ね。これはソロじゃねえんだ。確かに如月くんをはじめ清掃学院は優れた演奏者が揃っているね。うん。だけど彼は爆弾を抱えている。だが僕たちだって午前の部を。そんなことは言わないよな。このステージを掴み取ったんだ。おう。おじけづいてはいられないよ。おうよ。おっしゃる通りです。そうよ、ここまで来たんだ。やるぞ。腹くくんなきゃな。そうだ、負けてらんねえんだ。今から1曲目の演奏だ。頑張らないと。自分たちは勝てるのだろうか。逆境なんて乗り越えてみせる。これだ、主人公っぽい、主人公っぽい。その息だ。はい。本当に乗り越えなきゃいけねえのは、ああ目の前の敵、自分自身だ。弱音を吐きそうになる自分自身だ。そうよ、自分との戦いだ。あんた、ああ、それをしっかり分かってるんだな。おうよ。俺たちには勝たなきゃなんねえ理由がある。本住がなんか前回前々回あたりからうなぎ登りだな。ここで引くわけにはいかねえ。おうよ。ああ、行こう。ああ。僕たちの演奏をするために。行くぞ。ちょっとあんたも上がれよ。なんで本住だけ上がるんだよ。今の誰が上がってっていうかみんなが上がってもいいようなセリフだったと思うんだけどな。あ、多いなあ。この学校多いですね。盛り返せ盛り返せ。ブンパーディンクによって作曲。あ、俺もう回復力の方が早いもん。代表作です。まだボタン押してないのにこの回復力だもん。音楽の持つ独特な余裕ですわ。清掃のどかさを感じさせるリズムがこの曲の魅力ですね。ちょっと2人足りてねえやついるけど、そこら辺はね、あのまだ4人いるからね。こっち人数でカバーできるから、うん。いろほら楽しそうに吹いてるだろう。うち楽しそうじゃろ。え、ちょやばい、早い早いやばい本気で早かった。準備は整いましたね。あ、整ったやばい、思った以上に難しかった。はいジョイパッドっていうか普通のコントローラーだと辛いわこれ。しかもなんで三角と四角丸とバツなんだよこれ。四角使わせてくれよ。横一列ならやりやすいのに縦一列なのがやりづらいんだよ。いや結構ミスっちゃったな。難しいであれなら普通ならパーフェクト狙えそうだな。おお、なんという一体感だ。なんなんだあなた、何者なんだおっさん。清掃学院も良かったけど、ああこっちもすごいわ。でしょ、優劣つけられないでしょ。次の清掃学院の演奏。ああ、そっか、まだあるんだっけ。キサラギ君がどう出るのか。キサラギ君もう限界ですよ。目が離せないぞ。ちょ、電池切れかかってるよ彼。ほら、あ、もうこんな表現なかったな前。おいリツ、どうしたって言うんだ一体。相当無理してんぞおい。リツは去年の事故で手首を痛めているんだ。ああ、そんな、全然知りませんでした。医者からも無理をするなと言われているだろう。ああ、無理をしなければ勝ち上がれない。おお、もう一曲いくぞ。何言ってんだよ、そんな状態で演奏なんかできるわけねえだろ。やめろって。どうすんだ。自分の限界は自分が一番よく分かっている。どうすんだお前。もう一曲なら俺は演奏できる。ここで全ての音楽人生を投げてしまうか。だけどよ、かけてしまうか。こんなところで無理したって。こんなところでじゃないんだ。京也先輩、やりましょう。うん、何を。春、お前本気で言ってんのか。ええ、この上なく本気です。おう、僕も如月部長も。なんだなんだなんだ。春どうした。如月部長が演奏するとおっしゃるなら、うん、それに従います。僕にできる全力でサポートします。おお、京也先輩、全力を尽くす。如月部長と榊先輩と全国へ行きたい。まあそうだな。
彼らもう終わりだもんな今年で。その夢を果たすには僕にとっても今年が最初で最後のチャンスなんです。その割にはすごい詩を送ってくれたな君。部長がステージから降りるとおっしゃらない限り僕はどこまでもついていきます。お己の役目を果たす。己の役目。水島、それぞアンサンブル。ありがとう。これぞアンサンブル。やれやれ、すっかり春にいいところを持ってくれてしまった。そのポーズ。じゃあやろうか。もちろんお前も降りるなんて言わないだろ今日や。でもここまで来たら言えない流れ。ああもう分かったっての。ここで逃げるなんて言えるかよ。言えない流れ作られました。じゃあ行きましょうか。僕たちのオケ部全員の夢のために。うわ、なんか私がいなくても京也がうまくコントロールされてる。違うんだよ、京也をコントロールするのは私なんだよ。始まった。我が生涯スメタナカ。チェコの作曲家。あ、そっか、こっから体力引っ張られんのか。じゃあ余裕でしょ。じゃあ大丈夫だよ。の生涯を象徴する自助伝的な要素を持つ、不吉ささえ感じる重々しい音色は未来に対して抱いている不安の暗示なのかもしれない。いや、これ誰がマエストロすんの。この曲誰がマエストロすんの。榊先輩。佐垣先輩もたまに副部長の、部長がピンチな時に支えるあれを見せてほしいな。苦しくなってくる気がする。なんだか怖い。怖い。言葉にできない迫力があるわね。ちょっとまだうちの方が有利なんですけど大丈夫ですか。おい、お前らの本気見せてみろよ。おい。あ、ハル君が出すのか今回は。早く出さないと。まだ青いぞ。まだゲージ青いぞ。何も語らぬ。何も語らぬ。大丈夫か。奴の腕は持つのか。どんな未来が待ち受けていようと、お、立ち止まることはできない。うん。ただ自分の音を信じて進むのも。お前がやるのか。MF。ただまっすぐ。出た出た、湯気出てきた。あったまってきた。僕の音。僕の音。燃え上がれ僕の音。あ、滝が。滝が。最後まで気を緩めない。うん。練習のすべてをこの音に込めて。見せてやれ。見せてやれ。やっぱ滝なんだ。そうだよな。ちょっと待って、その割に私うち減ってないよあんまり。大丈夫これ。終わっちゃった。あ、ちょっと待って、このゲージ多分音ゲーしなくても勝っちゃうよこれ。すごい。多分うち音ゲーしなくても勝てちゃうよこれ。さらにそいいぞ。凄みが増したな。凄み増したか。まるでホール全体が、お、清掃学院のアンサンブルが生み出す世界、お、飲み込まれたかのようだ。それは気のせいだ。東日本大会の歴史に残る演奏、ね、歴史残っちゃう。これが聞けただけで今日来た甲斐があったわ。すげえな、兄貴やりきったな、あの腕で。なんて気迫だ。大丈夫だ。あんな風に演奏するハルちゃん初めてだよ。ほう、清掃学院のハルの演奏から強い意志を感じる。え、なんでこのタイミング。仲間のために負けたくない気持ちを手に入れた。今まで負けてもよかったの。今までそう思ってなかったってこと。ちょっとあたいさん、あんな演奏の後に今負けたくなくなったの。無理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 だって。逆転なんてできるわけない。なんなんだお前ら。ちょっと待って、お前ら絶対負けない。緊張、わけ、俺はワクワクすんぞ。ですよね。ほら、ここはこれだよ。こいつ大物感を出していかないとな。相手が強力なライバルだからそうだよ。張り合いがあるし燃えますよね。そうだよ。ありがたいことに、おや、悩んでる暇もね。おや、ステージに行こうぜ。行くぞ。
負けたら終わりなんだ。泣いても笑っても、ああ、次の一曲で勝負が決まる。泣いてる暇なんかねえんだ。さあ、ああ、全国に進むのは俺たちだ。あたぼうよ。ちょっとそこのアフロ気合い入れろ。アルルの女ファランドール、ちょっとボタンの持ち方変えるかな。アルルの女はビゼのカルメンに次ぐ不朽の名作って言われてるな。そうか。実際、作曲した時は苦労の連続だったらしい。そうだったのか。その思い響かせてやりてえ。やりてえな。ていうかそんなこと言ってたらもう俺らの勝ち決まりそうなんだが。もう我ら勝ってるんだが。お、みんな喜べ、勝ったぞ。あ、でもミスったら減るかな。さすがにミスったら減るか。さあ来いよ。ちょっと持ち方変えたぞ、ボタンの。あ、違った、四角だった。持ち方変えたせいで余計悪くなった。正気が見えたら。見えた見えた。ちょっとマエストロ打ってる場合暇がないんだけど。やばい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 、やばい、難しい。よかった。持ち方変えてたら大失敗した。穂積四郎のマエストロって初めて見たっけ。なんか初めて見たような気がする。いやー大失敗した。いいねいいねいいね。もう勝ち確ですよ君ら。いやーでもボタンだいぶ失敗したな。これバトルフィールドじゃ、なんだっけ、バトルフィールドじゃない、ブラボーポイントあんまもらえないよな、あんだけ失敗したら。やっぱ次回から難易度普通にすっかな。難易度普通にすっかな。あー S だ。ダブル S すらいかないとは。くー悔しい。あーなー、そっかそっか、こういうのあるんだ。なんで長峰が混ざってんの、ちゃっかり。ちゃっかり混ざってんの面白いな。あー、春くんも混ざってる。ちゃっかり混ざってんの面白いわ。なんという素晴らしい。だからお前誰だ。何なんだお前。復活を知らしめるにふさわしい。おお。これほどの演奏を聴けるとは。よかったな。まだ鼓動が静まらないわ。おお、そうだろう。メンバー同士の深い信頼感が伝わってきたみたい。そうだろう。勝った。信頼感見えたか。学校から一緒に帰るのは珍しいくらいのメンバーなのに。登校するときも帰るときもバラバラに帰るっていう連中なのに。まだ信じられないよ。お前頑張れ、次回頼むぞ。本当に安住先輩、本当頼むぞお前。ボケてないでもっと喜びましょうよ。俺たち勝ったんですよ。お、次は全国だ。もう全国か。そんなに簡単に信じられるかよ。これ夢だったりしないよな。お前も頑張れよ、次回頼むぞ。夢じゃない、私が押し上げることできないんだからな。全国に行けるんだよ。お前屋上に呼べないから頑張ってくれ。俺たちの負けか。おお。力及ばなかったようだね。やっぱり律が本調子じゃなかったんじゃないの。ああ、約束を守れずすまん。ああ、トロフィーが、トロフィーが抜けたままだ。ま、やるだけやったよ。清掃の物質のトロフィーが。俺はお前に付き合わされたせいでこの3年間、ああ、いい夢を見られた。親友。夢の終わりが来たというだけさ。親友。如月部長、榊先輩。水島、ああ、そんな顔をするな。俺たちは悔いのない演奏ができた。そうか。水島、そして京也。京也、お前たちのおかげだ。来年は京也、お前が部長として引っ張っていくんだ。あれ、京也の会話ないの。あれ、あれ、今日は疲れたな。そこは京也出してあげようよ。ほんと頑張りすぎてエネルギー使い切っちゃいました。いや
ボタン大変だった。コンビニ寄っていきましょうよ。おお。帰ったら晩ご飯だからもう少し我慢しなさい。お父さんか。お、日原先輩？八木沢。ああ、違った。そう。ハル君。よし、じゃあもう転校しようぜ。お、転校しようぜ。さすがにこの瞬間ばかりは。だからそのポーズよ。こいつらがリンデンホールにいる以上、帰り道が一緒になるのは当然か。ああ、そっかそっか、そうだな。回り道しようぜ。今日までずっとこいつらと一緒だなんて冗談じゃねえ。なんそのせん、なんちょっと戦隊将みたいになってんだお前ら。ちょっと面白いぞ。まあまあ、両二人とも目つぶってるし、そんな露骨に避けなくったっていいじゃないですか。そうだよ、昨日の敵は今日の友って言うじゃないか。って勝った方が言うと皮肉にしかならんかな。どうせ寮の中では会うに決まってるんだから、うん、無駄な抵抗ですよ。そうですよ。あー、もうクソムカつくなお前。まあ、練習相手になれよ今日や。前々から感じてはいたが、うん、お前本当に無神経だ。俺らに勝ったんだから、 お前ら当然全国優勝しろよ。出た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 、承知しねえぞ。出た出た出た、俺ら以外に負けるなんて許さねえぞってやつ。ああ、そうだな。そうだな。清掃学院の分も必ず。いや、しかし最初に清掃学院か。お前もファイナルだと思ってたぜ。こうなったら全国優勝ガツンと決めてこい。おいいな。てか今から君も転校すればウェルカムだよ。やれやれ、みんなウェルカムだよ。みんなでゾロゾロとこの道を帰ることになりそうだな。おお、君はいいだろう、女の子いるんだから。だが今日やの言葉じゃないが、おお、応援しているよ。はい、ありがとうございます。それだけの演奏を、うん、今日は聞かせてもらおう。そうかな、ごめんな、結構失敗した、ごめんな。次はセミファイナルだな。おう、長崎のサンセシル、兵庫の神南、サンセシル、函館の天音学園。はい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 、どこが出てきてもファイナルと同程度の難敵になることは間違いない。え、じゃああと2回ってことか。今セミファイナルって言ったよね。気を引き締めて、あと2回か。ああ、あんたにそう言われると緊張感半端ないな。お前はいつまで萎縮してるんだ。同じ高校生やぞ、お前。気合い入れろ。セミファイナルまでってそう時間もないもんな。あ、ないんすか。勝って浮かれてる場合じゃないか。また10日ぐらいじゃないだろうな。いや、すまない。また1週間か10日ぐらいしかないんじゃないのこれ。息を抜くことも必要だ。うん。特に今日のようにコンクールの直後は。いや、2人補習したいです。ラーメンでもおごろうか。ラーメンでもおごろうか。面白いこと言うな。今日は月に一度の寮のまかないが休みの日だったはずだ。ああ、そうなんだ。息抜きがてらに夕食を共にしない。ああ、いいね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 。そうだったんだ。しかもラーメンなんだ。危ないところだった。あの、でも本当にいいんですか。この人数ラーメンおごってもらっていいんですか。こういうのは断る方が野暮だよ。ああ、なるほど。美味しい店を知ってる。はいはいはい、しようか。あ、いいですね。この人数入れっか。やったー、俺タンタン麺と五目チャーハンと肉シューマイとエビチリ。いるいる、こういうやついる。おごりになった途端容赦しないやついる。お前は少し遠慮しろ。こうして東日本大会は幕を閉じた。え、すっと終わった、すっと終わった。よし、でも BP4200 ありがたいな。で、習熟度はそうだよね、変わってないよね。あ、でもこっちは全100まで行ってたんだ。あー、よかったよかった。じゃあ結局シングルエースだったのは私の腕が悪かったってことだな。気をつけよう、もう次回気をつけよう。はい、というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう、チャオ。さあ、新しい楽譜頼むぞ、ほんと頼むぞ。